はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロストヒーローズ2、では前回の続きからやっていきたいと思います。ジャンキラーのところですね、まあ、普通に戻ってきたらイベントが進んでますけれども、まあ、会話はここからなので、やっていきたいと思います。ジャンキラーの野郎、相変わらずあそこに嫌がるぜ。倒さないと先へ進めませんね。じゃあ腹を決めて一丁行くか。有機生命体捕捉、直ちに抹殺する。まあ、普通に戦闘ですね。結構最近上昇効果を打ち消してくるやつがいるんで、まあ普通に攻撃を仕掛けていきましょう。よし、命中率を下げて、おお、防御力が下がった。ターンはしないか。命中率が下がってるからマグナムに切り替えるか。いや、ずっとバース打ってたけどメテオでしたね。間違えてました。今までなんかメーターが上がんねえなと思ったら、メテオですね。ダッシュゲージが溜まるやつ。おお、ジャンレーザー。うわ、死んだ。マジかよー。アイテムで回復させましょう。大復活キット。おお、とりあえずハイパーバズーカを打って、さあアストラでメーターを上げなくては。バズーカ、よし。おお、めっちゃ下げられんな。もう一回アストラを使って、ヒールレインと、お、なんかやり始めたよ。うわー、使われたか。ここで使おうと思ってたのに。一旦か。ダブルアクション使うか。ジャンバスター、いって1400。マジかよ。俺はそれでも、攻撃をして、こいつも攻撃をしましょう。いや、こっちで生き返して、ウルトラマンは自分で回復だな。ジャンカッシャー、あぶねえあぶねえ。3、もう3使おう。ライザーソード、ユニコーンコンボ、シャイニングエメリウム、こいつは、プリズムブレイク。うん、次で倒せるな。ピコンピコン言ってるけど、攻撃でいいや。で終わりだ。ダブローレベルアップ、ジャンキラークア、ち、しぶとい野郎だぜ。よし、フィニッシュは俺に任せとけ。こいつは効くぜ。燃える男のグレンドライバー。待ってくれ。トト、なんだ焼き鳥、俺の見せ場を邪魔しやがって。ジャンポット、どうしたんだ。拠点で検査じゃなかったのか。ライジングガンダムに言われたのだが、私をコピーしたジャンキラーはいわば双子の兄弟だ。もしかしたら彼にも心があるかもしれないと、それを確かめさせてほしい。有機生命体は敵。グオ、やめろ。どけ、毒物か。
なぜ私を止める？貴様も機械だろう。ああ、私は機械だ。だが私には正義の心がある。理解不能。くわ。ん？く。めった打ちに、みんなめった打ちにされるけど、絶対死なないよね。なぜだ、なぜだ、なぜ有機生命体に味方する？彼らは仲間だからだ。なぜだ、なぜだ。俺にはわかるぜ。お前は今必死で俺たちを理解しようとしている。その気持ちこそが心だ。心があればお前も仲間になれる。仲間？心から信頼し助け合えるかけがえのない存在、それが仲間だ。我々のようにたとえ違う者同士でも心があれば理解し合えます。心とは何だ？心ってのはな、胸の奥で燃える熱い炎だ。命の雄たけびだ。命とは何だ？命とは生命体そのものだ。それを失えば彼らは活動を停止する。だがな、一つしかない命だからこそ俺たちは今を全力で生きるんだ。そしてどんな困難も仲間がいれば乗り越えられる。よく考えろ、自分の頭でな。抹殺。ん？おお、キングジョーがいたのか。ジャンキラー、はは、いい腕してるぜ。分かってくれたのか？今のは計算外だ。チェ、焼き鳥に似て石頭だぜ。あなたは柔らかすぎです。私は焼き鳥ではない。ピピー、こちら光、応答せよ。おお、光、どうした？天球の移動速度が上がっているようだ。何？分かった、とにかく急ごう。けどビートスターってのがどこにいるのか見当はついたのか？それは分からない。その部分の記憶は完全に消されていた。しょうがない、僕が教えよう。ジャンキラー、ジャンポット、君に位置情報を転送した。分かるか？ああ、受け取った。ジャンキラー、お前も来い。僕はまだよくわからないんだ。君たちだけで行ってくれ。そうか、気持ちの整理がついたらいつでも来い。よし、みんないいな、行くぞ。回復させましょう一回で、また行きますか。毎回ここから行かないといけないのかな。で、例によってアクティブクローク。この近道ができたからだいぶ楽ですね。多分もうすぐ着くと思うんだけど。着いた、ジャンポットがいる。ジャンキラーかこいつは。アクティブクローク使ってるからなんか結構早く行けそうだな。とりあえず進めるだけ進みますか。ここはこっちか。なんだ、一周してきただけだな。どこだ、ここは。めっちゃクルクルしてんなと思ったら、おお、ラフレシアがいる。ここまで来るとは。本気で天球の進行を阻止する気か。ラフレシア、なぜ貴様がここにいるんだ。ビートスターに操られているのか？操られている？私は任務を遂行しているだけだ。任務？ジャンキラーに心が宿ったのは誤算だ。なんだと？純粋な力だからこそ存在意義があったのだ。なまじ感情など持つから。それは違う、ジャンキラーは。黙れ、感情の動物はいずれ宇宙をも食い潰すということがなぜわからん。ぐわー、ジャンポット、はあ、ぐわー、
ははは、怖かろう、怖かろう。ラフレシア、なんて強さだ。恐怖を感じるか、絶望を感じるのか。ああ、感情の生き物だからな。恐怖を感じることがあれば、絶望だって感じる。ラフレシア、貴様はどうなんだ。貴様も奴らと同じ機械なのか。私は機械ではない。任務遂行のためエゴを強化されたものだ。任務とは何だ。そんなに聞きたいか。ならば教えてやろう。貴様らのような己の感情を制御できん過当な有機生命体を粛清するのが私の任務だ。それはつまり高貴な精神を持つリジェス様の理想の実現に他ならない。リジェス、そうか、貴様も。話は終わりだ、ヒーローども。いや、有機生命体を抹殺する。とうとうラフレシアとの戦いか。おお、こいつは大ボスの予感ですね。なので、これスタンしないかな。とりあえずメトロで貯められるときに貯めておきましょう。打撃を警戒している。マジでこれ打撃なんだけど、どう考えても暗い。ケンタクラロット、うわー、ひるんだ。しかもケンタクラロットで反撃かよ。そうか、打撃を使ったからか。ってことは打撃の方がいいのか。次はこいつ打撃ないし、まあいいや、斬撃できますか。テンファーとかもな、打撃じゃねえしな。じゃあちょっとシールドを貼りますか。こいつはちょっとピンチだからな。ヒールレイン、破壊する。くらえ。メガビームキャノン。うわあ、いけいけ。うわあ、めっちゃ食らう。プレッシャーかよ。自分で回復させるか。間違えた。俺はギガライフキットで回復させた方がいいな。破壊する。くらえ。で、くらえ。負担しろ。しない。おお、さあ、これユルトやばいんじゃない？危ねえ。バスターソードのマグナム、こいつはアストラで、ギガライフキットで回復。うわー、やられたー。スカツキット、スカツキット。打撃を警戒。打撃はないはずだ。ケンタクラロット。うおぉ、これ2回やってくんのか、マジか。大スカツキット。サンビーム砲。エネミーラッシュか。ガードショー、よし、結構減るな、やっぱり。プレッシャーに耐えた。諦めるか。よーし、連続行動。ハイパーバズーカで命中率下げらんねえかな。で、今は連続行動だからこれで回復させましょう。ラッキーシャーは結構強敵だな。
よし。うわ、ヒルンラー、マジか。これはやばい。で、ヒルンだ。マジで。リカバリーキットを使うか。アストラップ。こいつはひるんでるからな。あ、チャンネル4、痛い。どうする?ラッシュ使うか。ラッシュ3。押し切れるか?押し切れなそうだな。こいつはリカバリーキット。で、ヒールレインと。とりあえずヒットポイントは全回復。4000。だがリカバリーキットで復活。よし。こいつはドライブをオンにして攻撃。ユニコーンコンボがいける。シャイニングエメリウムがいけると。で、ゴールデンエクストリームもいける。くらえ、くらえ、くらえ、くらえ。あと一旦どうなる?攻撃いくか。トランザムコンボ、ユニコーンコンボ、ダブルオートゼロか。ダブルオートゼロだったら。ウルティメイトゼロソード使うか。ユニコーンコンボ、回復させるかどうするか。いや、攻撃あるのみだ。マキシマムドライブコンボ頼む。よーし、あぶねー。これで押し切れなかったらやばかったな。おー、ラフェシアの散り際がすごい。ラフレシア、やったー。ガラフレシアか。やつはきっとリジェスにその人類粛清の地球人類の粛清という意志を乗っ取られ操られていたんだな。なるほど、よこしまな心を持つ者にはリジェスの支配が及ぶというわけか。タロ、考えている時間はない。早くビートスターを。戻りたい。ちょっとチップを報告して。お、ヒール3。ヒール3か。ダブルに覚えさすか。じゃあ今ヒール2だからヒール3にしよう。1200か、いいね。一発で回復するな。で、結構使ったからアイテム補充しないといけない。大復活キット3つくらい。リカバリーキット4つ、5つと、またアクティブクローク1個持ってくか。 OK。おっと、倉庫行こう、倉庫。預けると。よし、じゃあ奥へ行きましょう。中継地点1。こっからアクティブクロークを使って。ゴー。
はい、じゃあこの先ですね、進んでいきたいと思います。まあまだノーエンカウントは続いてるんで、敵は遭遇しないで目的地まで行けちゃうかな。このままだと行き止まりか。200歩、長いっすね意外に。これも行き止まり。道が複雑だ相変わらず。このまま進んでいけば、あ、ここはビートスターはこの先だな。近いぞ、急ごう。待て、何かいるぞ。こいつはメタモルガ。なんだこの怪獣。メタモルガ、なぜ有機生命体が。ん、なんだやろってのか。よっしゃ、俺が相手だ。行くぜ、オーラーと。ググてや、オーラーどうした。よし、フィニッシュだ。皆さんお待ちかね、こいつは効くぜ。グレンドライバー。グレンファイヤーはメタモルガを逆さまに抱え上げると脳天から地面に叩きつけた。倒した。ふい、位置上がり。ん、どうした。倒されたメタモルガの体は銀色の金属片となって粉々に砕け散っていた。エルスだ。これがエルスというものか。なんだそりゃ。拠点のデータベースを見させてもらった。他にもいるぞ。ファントム、こちらにもいます。カーリー星人か。クライシスの怪人か。すべてエルスだ。一体なぜ。クアンタ、エルスと渡り合うには君の対話が必要だということは知っている。しかし同時に君への脳の負担も働きかけない。今優先すべきはビートスターだ。ここは我々が引き受ける。君たちはこの奥にいるビートスターを。分かった。ああ、霧がついたら駆けつける。頼んだぞ。一暴れしますか、グレン。ああ、任せとけ。エルスはあらゆるものに侵食し同化する習性がある。十分気をつけるんだ。オッケー。うん、とりあえずエルスがまた出てきましたね。これエルスっぽくない、先にいるの。おい、ビートスターはこっちの道ではないぞ。しかも前方にいるのはエルスだ。このまま進んでむやみに戦うのは得策ではない。引き返してビートスターのいる場所を目指そう。こっちじゃなかったみたいです。じゃあこっちか。宝箱が見える。あ、あれが切れましたね。おお、キングジョーが普通に出てきた。雑魚的になり下がったか。あれ、ここは繋がっただけ。こっちか、そうすると。ピンクライザーが普通の雑魚的だな。もうヒットポイントはただ高い。宝箱、復活キットってすげえ今更だな。そろそろ目的地が近い感じがするんだけど。ん、ここは。おお、ショートカット。こんなところからショートカットできんのか。めっちゃ近いじゃん。やつは。お前がビートスターか。電球を止めてもらおう。それはできない。リジスの意志だ。ふざけるな。怒りか。
ヒーローといえども所詮有機生命体、感情の生き物だな。感情は争いを生み、破滅への道をたどる。そう、貴様らは宇宙を滅ぼすガン細胞である。リジスが支配してこそ真の平和と秩序を守ることができるのだ。バカ言ってんじゃねえ、抹殺する。でやん、うう、めっちゃやられてる。うん、はあ、うわあ。有機生命体はもろく不完全な存在である。それゆえに破滅をもたらす。確かに俺たちは不完全な存在だ。だがな、俺たちは失敗の中から何度でも立ち上がる、成長する。うわあ、卵と事件を。うわ、何者だ。ジャンキラー、ロボットだって同じだ、こいつのようにな。有機生命体は敵とは限らない、もう一度考え直すべきだ。非論理的である、消去する。ぐわ、ジャンキラー、今だ、ビートスターに攻撃を。え、ファーストアタックだやったー。じゃあちょっと強化していきましょう。せっかくのファーストアタックなんでね。これで、うわー、かわされたまさかの回避か。え、回避率高い、いてー、うわー、いきなり使ってくんのかよ。ガードしてこいつで、しまった、ギガライフヒットを補充すんのを忘れた。射撃がしばらく向こう、死んだし。俺はまだ飛べる。射撃が向こうだからバスターソードは効く。こいつかな、ロックオンかけよう。で、こいつで生き返らせる。大復活キットはいっぱい補充したからな。え？ロックオンって無効化されんの？どういうことですか？トンファーしかない、そうなると。こいつは大復活キットで回復させて。マジかよ。プリズムブレイク、これ効くのかな。よし、上昇効果打ち消し。うわー、このヒルミも結構厄介だな。でロックオンをかけてアストラスで、ヒール3。よし、うおー、感したよ、マジか。こいつはハイパーバズーカで、こいつで回復させるか。万能ライフキットもちょっと少なくなってきたような気がするけど。いやー、死んだー。復活キット、復活キット、アストラ、アストラ、射撃無効だ。これ厄介だな。バスターソード、リカバリーキットで回復させて、こいつもリカバリーキットを使うか。あ、間違えた間違えた間違えた、リカバリーキットじゃない、万能ライフキットがない、もうマジかよ、普通に死ぬな。ハイパーバズーカでなんとかして、ハイパーバズーカ今効かねえわ、そういえば。
射撃が無効なんだよね今。厄介だな。ゼロナックルでこいつで大復活キット。ここで使っちゃうか一回3ターン分を。ちょっとできれば減らしときたい。ここでヒールレーン。くらえくらえ。よしよしよし。うわマジか。このひるみがすげえ厄介だな。あー使えねえか。アストラでジャブローネを上げよう。よし。おお痛い。くらえ反撃で、これは霧だから大丈夫だな。これも霧と。で、こいつは回復させよう。ヒールレインと。これヒルームと超厄介だからな。ガードのヒール3。いて3回攻撃か。耐えろよ。よし危ない危ない。一応先手は打って返ってるんだ。おおおお。これは危ねえ危ねえ。まだ諦めるか。飛べる。俺はそれでも反撃開始。ハイパーバズーカ、ちょっとアイテムリカバリーキットを使ってしまおう。でヒールレイン2。よし下がった。後手で打ちたかったのにな。よしナイスだ。とりあえずあとは反撃あるのみか。アストラップ。こいつはどうしようかな。メテオでゲージを上げるか。うわここで射撃にこうスキルってきたか。トンファーしかない。アストラップ。トンファー。よしここで1ターンで倒せるか。やっぱちょっと足つが復活するまで待とう。これこの次っすね。ラッシュかけるのはで切るんだ。マジかよ。あれまだ赤ゲージだ。あれがない。直すやつがないもん。ライジングガンダム持ってたな確かユニコーンが。よし状態回復で、こいつはアストラでユニコーンあげるか。いてまたはヒルンだ。よし行くしかないもうこれは。2ターン使おう。これで終わらせる。ライザーソード
一応ちょっとライジングガンダムで回復させるか。こっちはシャイニングエメリウム。くらえくらえ、いってー攻撃あるのみで行くしかない。これゴールデンエクストリーム、くらえ、よっしゃー、強かったなこいつ。ひるみがちょっと鬱陶しかったですね。ビートスター、お、やったな。グレン、こっちもエルスならとりあえず黙らせてきたぜ。そうか、ビートスターを倒したんですね。ジャンキラーが助けてくれたおかげだ。ジャンキラー、迷いが吹っ切れたのか。これで天球の進行は止まったはずだ。ああ、すぐに拠点連絡しよう。よし、じゃあお前も仲間だな。仲間なら、ジャンキラーなんて物騒な名前は変えた方がいいですね。お、じゃあ俺が考えてやるよ。ジャンポットの兄弟だから。そうだな。おう、そうだ、ジャンポット2ダッシュってのはどうだ。ダメだろ、同じようなことを2回言ってる。ジャンナインというのはどうでしょう。ジャンナイン、彼はウルティメイトフォースゼロの4人に加え、元の世界にいる仲間4人に続く9番目の勇者です。なるほど、ジャンナイン、決まりだな。その時拠点と通信中だった太郎が驚愕の声を上げた。何？どういうことだ光？もう一度レーザーを確認してみろ。何度も確認している。どうした？確かにビートスター天球は動きを止め爆発消滅した。だがその場所に正体不明の物体が無数に存在しているんだ。天球の破片じゃないのか。いや、それが一箇所に集まりつつあるんだ。うっ、ビートスターまだ息があったか。いや、こいつ無期生命体じゃないの息とかないだろそれはエルスだ。何？天球の中はエルスで満たされていたのだ。なぜそんなことを。仮に天球が破壊された場合に備えていたのだ。さすがリジェスの意志は偉大だ。天球が地球を破壊するのは一瞬だ。だがエルスはじわじわと有機生命体を滅ぼしていく。その時有機生命体が放出する絶望のエネルギーも膨大なものとなる。う、う、さらばだ有機生命体ども、はははなんてこった。エルスを制御できるとは、対話ができるイノベーターが黒幕にいるということか。心当たりは？わからない。エルスの本体の場所がわかればいいのだが。そういえばここに来る途中、別の道にエルスが大量にいましたね。ああ、私もあの奥が怪しいと思う。よし、とりあえずそこを捜索してみてくれ。まずはエルス本体の存在を確かめるのが先決だ。わかった、行こう。ここね。放たれたエルス。わかった、拠点へ行こう。回復しないともうダブローとか死んでるし。はい、というところでビートスターを倒したけれども、まあエルスがまだいたということで、次回はそこからやっていきたいと思いますので、今回はこれで終了します。